先祖ばかだから近づいてはならないというふうにな、まあ、タブーさあったわけですけど、戦争に負けてですね、それはやってみようかということで、これはですね、入り方がわからないので青年団が 上からガンガン掘ってあげたわけですね。で、まあ、こういった石室がむき出しにありないもんですから、貴重なんですよ。作り方というのがね、どういうものなのかということが皆さんよくお分かりだと思います。で、こういうふうにしてまず石をこう立ててですね、四角いお部屋を作ります。これを考古学では原室と言います。原、クロートの原ですね。で、この中にあるこの大きな石ですけど、これもともとは1枚で、あっちの下とこっちがですね、こう薬1枚にして、ここにドンとこうかぶさっていたんですが、昭和47年に割れて落ちてしまったんですね。で、そこはあちらのはまだかぶっているんですが、向こうはちょっと雨水がかからないので、向こう側の壁の石はですね、赤くなっているのが見えると思います。だからここの部屋の中はきれいにベンガラという新社長で作るんですけど、で、真っ赤にこう塗装されていたということがわかります。で、こういうところはもうね、こうやって苔がどん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 生えて真っ黒くなってしまいました。で、この原室に死者を埋葬するんですが、ここに門のような形でですね、はい、石がこう2つこう立ってますね。はいはいはい、どうぞこちらへ回ってきてみてください。見えるからね。これを専門と言います。羨ましい門と書きます。ここにですね、こういう平石があります。で、こちらはちょっと打ちかけてますけど、もともとはこういう形だったと思いますが、この石でここをパッと塞いでしまいますね。これ扉石と言います。で、死者を中にこう埋葬してですね、この扉石でここを塞ぎまして、で、こちらにもですね、こう台石がこうかかってて、ここが先導って道だったわけですね。で、この古墳は発掘調査をして、一番最初は向こう側、あちらにこう死者を埋葬するんですが、向こう側に2回、で、ここにもう1回ですね、3人の人が埋葬されたということが分かっています。で、もちろんここを壊して、またここをこう石でこう閉じてですね、で、上にもちろんこう平石が乗ってなければいけないんですけど、なんでないのって言ったら、こう薄っぺらくていい平石なので、うちの屋敷のこう堀のですね、端にちょうどいい石が上がって、あそこの取りに行こうって、まあ、担いで運び去られて、石がだんだん減ってしまうということになるんですけど、石はここで取れるんですか？これはですね、そこの下の海岸部から、運んできた。ゴロゴロ取れる。そうですね、地元産のいい。ここにこう大きなこう土まんじゅうを作るとですね、その土は遠くから持ってくるよりか、この辺りの掘って積み上げた方が早いですよね。だから古墳の周りには堀があるんですよ。応神天皇陵とか二徳天皇陵、周りにこう立派な堀がありますね。あれは遠くから泥を持ってくるよりか、周りから掘り上げて積み上げる。なるほど。まあ、それね、きれいに成形すれば堀が なるわけです。だからここもですね、ここ埋まってますけど、ちゃんと空堀が出てくると思います。向こう1号と呼んで、ここをですね、2号、こっち立派なのがあります。2号古墳と呼んでますけど、こういったまあ、箱型になっている石棺です。ですから箱式石棺と言います。もちろんこれもこう蓋がこうかぶさっていたはずなんですけど、先ほどと同じような理由で失われたんだと思います。で、ここ発掘調査をしましたら、ここの中にですね、こう仕切ってあるわけです。こういうふうにしてですね。ずっとですね。で、高さが今はちょっと埋まってますけど、こちらの方が10センチ床を高くして、こっちを低くして作ってあることがわかります。死者はこちらの高い方に、こちらに埋葬して、こちら側に副葬品をですね、並べて埋葬したようです。そしてここから、ここの側壁に沿ってですね、106センチの長さのですね、直刀、まっすぐな剣ですね。それが発見されたので、ここもまあ有力な、そういった豪族のですね、あれだったんだと思います。で、こういうのが、あれを中心にして、6つここにあるわけですね。だからあちらがまあ、はい。一番上の人で、こちらはその次のくらいの人たちのものなのだろうかという感じです。で、埋葬された人はですね、男性か女性かは分かっていません。骨が残らないとなかなか分からない。でも、刀があるところですので、ここにその非常な大きな経済力を持って、大きな豪族が立派な古墳を作るというのは考えにくいと。しかし、あちらの古墳からも、向こうの鬼塚古墳からもですね、
小さい古墳の割には立派な副葬品が出ると。それは向こうの白金古墳からはですね、116点の装飾品が出て鹿児島県一です。で非常に金銀のものがとか。どこにあるんですか？黎明館にございます。黎明館、はい、で一部はうちの歴史民俗資料館にも展示をしています。でそういうようなものが出土しているんですね。でその中で一番その驚きだったのが、大きな剣ですね。こうハブといって、ここは抜くときにこう鞘が残りますが、ここの部分がですね、金でしっかりメッキされたですね、金銅製ハブというのが出土しました。でそれだけ黄金の剣というわけですよね。黄金の剣を持てるような人が長島にですね出てくるのだろうかということで、一番最初から隼人を征伐する時ですね、その時に隼人征伐に従軍した肥後、あるいは北九州筑紫ですね、あの辺りの有力な豪族で、まあ、そのちょうど戦というか作戦遂行中に亡くなった人たちを埋葬したのではないかという学説が生まれました。で長いことこの学説はですね支持されてきましたが、最近ではほとんど否定的なんですね。もう宮崎大学の教授とかそういう人たちを中心にしてですね、これはそういう外部勢力じゃなくて長島の土豪のお墓であって、先端部分からずっと続いているのはいろいろあるんですが、連綿として続いたですね長島の豪族の墓であるというふうに説明されています。でいや儲かんないよね。昔は御殿があったんですけどね。あそこの桟橋がある、ね、赤い灯台があるんですけど、はい、ブリ御殿がいっぱいあるんですよね。はい、今はジャガイモいいですね。ジャガイモはジャガイモ畑だな、ハゲ山って言われるんですけど、本当はもう全部山だった。